楽天のランクが、ダイヤモンド会員の人はまだ待ってもいいと思います。白浜 TV、 白浜 TV、 浜ゆっこです。ゆゆきです。今日も夫婦でお得な情報をお伝えしていきます。今日はSPU を上げるための楽天 TV が 20% 割引中の巻。今日は、楽天市場の SPU を上げるために 20% オフ中のパリーグスペシャルに入るべきなのか、入った方が得なのかを解説したいと思います。ではまず SPU、 SPU とは何かと言いますと、楽天市場で商品などを購入したときにどれだけポイントがつくかの還元率についてなんですけど、その還元率がこの SPU を上げれば上げるほど高くなっていきます。で、この SPU っていうのがどうやったら高まっていくかっていうと、楽天のサービスを使えば使うほどどんどん高まっていきます。で、例えば、僕なんかだと、楽天のこの SPU が今10倍となっていて、で、10倍ってどういうことかっていうと、楽天市場で物を買うと、ポイントが 10% 還元されますよという意味になります。で、なんか楽天カード作ったりとか、楽天銀行を作ったりとか、楽天証券使ったりとか、まあいろいろね、上がる方法があるんですけど、その中の一つで、楽天 TV のパリーグスペシャルっていうのを契約すると、SPU がプラス1倍になるというものになります。はい。で、このパリーグスペシャルっていうのが、年間5602円でして、この年間5602円を払えば、SPU がプラス1倍になるんですよね。なんですけど、SPU 上げるためだけに、これを契約するのって、結構高くつくとは思うんですよね。計算すると年間で、56万か。年間で、1年間で楽天市場で56万使う人は元が取れる計算になります。で、それなんですけど、今回、なんと、楽天 TV のパリーグスペシャルが 20% オフで契約できる、というクーポンが出ました。で、これは、楽天イーグルス感謝祭で、そのイベントで発行されたものになります。で、結構チャンスで、20% オフなんで、4482円で契約できます。で、1年間で4482円を払うと、この1年間は SPU がプラス 1% 増えるので、年間で44万8200円使う人は元が取れる計算になります。先ほどはね、56万とかだったんで、10万近く減りましたよね。使うべきボーダーが減ったと思います。じゃあこれを、契約すべきなのか、ということなんですけど、ちょっと待ってほしくてですね。なぜかと言いますと、実は去年は11月、12月にもっとすごいキャンペーンがありました。それは何かっていうと、超早割というキャンペーンがありました。それは、どんなキャンペーンかというと、なんとこの楽天 TV のパリーグスペシャル、1000円で契約できました。しかも年間1000円で契約できたんで、すごいですよね、これ、なんで1年間で10万円以上楽天市場でお買い物する人は元が取れる計算になります、で、僕は実はこれを待ってたんですけど、今年はね、もう11月も終わり、12月に入る今、この1000円という破格の超早割というのがまだ出てなくてですね、もしかしたらもう今年はないかもしれません、で、この今回の 20% オフ、楽天イーグルス感謝祭の 20% オフ、これはなんと11月中に終わってしまいます。で、今日がですね、今日は11月28日でして、あと2日、この動画が出る時から計算するとあと1日、なので、もう考える時間があんまないですね、猶予がありません、どうしたらいいのみたいな、超早割を待つべきか、今すぐこれを契約すべきか、悩ましい。で、僕はこれでいろいろ調べました、はい、答え出ました。はい、楽天のランクが、ダイヤモンド会員の人はまだ待ってもいいと思います。なんで？なぜか、なんと楽天のランクがダイヤモンド会員の人はこの 20% オフ、楽天 TV の 20% オフクーポンが毎月もらえています。ほうほうほう。なので、それを使えば、今回この
楽天イーグルス感謝祭の 20% オフのクーポンを使わなくてもパリーグスペシャルを 20% オフで契約できます。なので今は別に焦ってしなくてもいいかなと思います。うん、ただ、まあ、楽天モバイルにね、楽天って今投資しまくってるんで、まあ、僕の勘ではおそらくもう超早割り1000円で契約できるってことはないと思います、うん、ないと思うので、ダイヤモンド会員じゃない人はまあ契約してもいいかなと思います、うん、でダイヤモンド会員の人はとりあえず、12月中旬ぐらいまで待って、でそれでも出なかったら、まあ、多分もうねほぼ出ないと思うんで、で、SPU 上げるために、パリーグスペシャル契約しようかなと思ってる人は 20% オフのクーポンを使って契約してもいいかもしれません、うーん、という結論に僕は至りました、うんうん、で僕はちなみにダイヤモンド会員なんで、今回この楽天イーグルス感謝祭の 20% オフクーポンを使って契約はしないです、うん、でとりあえず12月ぐらいまではちょっと様子を見て、でそれでもまだ超早割が出なかったら、うん、まあ契約しようかなって感じですかね。うん、まあ、僕はあの楽天市場で結構買い物するので、まあ、契約はねどっちにしようと思ってたんですよ。でこの超早割を待ってたんですけど、でそうにないんで、まあ、この 20% オフクーポン、ダイヤモンド会員だったらもらえる 20% オフクーポンを使って、12月に契約しようと思います。はい、という結論に至りました。うん、分かりやすい。分かりやすかった、よかった。え、去年超早割に入れた人はさ、今年の分も年額1000円なの？いや、それはないね。あ、そうなんだ、うん、そっかそっか、うん、今年の更新のタイミングで、まあ、どうするか。で多分何もしなければ勝手に自動更新になって5602円がそのままかかるから、うん、まあ、その人がもしお得に更新するんだったら一回やめる感じかな。自動更新せずに一回やめて、それでもう一回今度はこの 20% オフクーポンを使って契約するのが今のところが一番お得かな、うん、うん、もし超早割が出たらそれで契約するのが一番お得だから、一回やめてもう一回契約するって感じかな。あ、そっかそっか、うん、一手間だけどね、それするだけで値段が違うからね、うん、だから来年の、うん、もし、まあ、自分がね今年契約したら、うん、来年の今頃に自動更新せずに一回解約して、うん、でまたクーポン使って 20% オフとか超早割とか何かしらの手段で安くして契約するのが、まあ、一番お得だと思いますね。うんうん、うん、あ、それはいいこと聞いた、いいこと聞いた、うん、覚えておきましょう皆さん、覚えておきましょうはい、皆さん SPU 上げるために頑張ってみてください。白浜 TV、 濱ゆこと秀幸がお送りしました。チャンネル登録そして高評価ボタンお願いします。またね、バイバーイ。バイバーイ。